今日はもう髪の毛ストレスフリーです髪の毛にサラのいつもかけているスプレーをかけてない。ちょっとふわふわしてる。こんばんは。今日もイケてますありがとうございます。ふわふわです。ふわふわ。毛どこ向けだ。広島暑くない。暑くはない。でもなんかもう最近っていうか今日はまあ寒くはなかった。間違いなく寒くはないって感じ。なんか上着もうコートとかはいらんかなって感じやった。大阪寒いんかな。とはリアルお話し会。21度ってどれぐらい21度ってどれぐらい。そんな暑いぐらいなの。21度ってどれぐらい。暑かったな。うん。T シャツで過ごせる？そんなに？そんなレベル？走ったら汗が出る。動いたら暑い。へえ。そうなんだ。そうなんだ。でも朝と夜は日中はいいかもしれんけど朝と夜はなんだかんだ肌寒くはなりそう。なんだかんだね。過ごしやすい陽気。うん、まあそれはいいですね。まあでももう3月ですもんね。大阪もあったかい。うん、でも、
どうしようか。何か羽織るもの一枚はないと。なんだかんだ見た目的にもめっちゃ寒々しくなる。昨日ね、あの上着着て外出たらちょっと間違いだったなと思った。割とまあ暑いまではいかんけど、昨日はね暑くはないけど、なんかあの暑苦しい感じに。暑いね。え、でも今は全然暑くないよ。なんならどっちかっていうと寒い今はね。こんなん着とっても今はなんだかんだ寒い。まあ夜だから、多分関東より広島の方がまだそんな暑くないと思う。心がポカポカ。ヒートテックは半袖のヒートテック着てる確かにヒートテック着て普通に服着とったら上着いらなさそう明日。まあそうね、室内やけね。でもパッと見がめっちゃ寒そうに見えんかな。あれ欲しいな、あのトレンチコートみたいな春とかに着るやつ。軽めの春アウター、春のアウター、トレンチ、もうトレンチコートですね。もう普通のコートは暑い。確かに外歩かないから、確かに外にね、大阪、別に大阪堪能できるわけではないから、確かにいらんちゃいらなさそう。サフィーゾコン中？何言ってんだ。そう、春のアウター欲しくなるね。トレンチコート。せいちゃん、かんさん、けんじさん、バイロンさん、ゆうちゃん、のみみずさん、中野さん、ベレッタさん、ありがとうございます。ギフト、もうコートとかはちょっとあれですね。明日は始発で大阪行くぜって楽しみましょう。そうだ、チェック会。あえてマフラーに手袋、やだよ、暑いよ暑いよ。ベンチコート、そうね、やっぱベージュ、うん、っていうかまあそうね、そっち系。でも春はあのさらあんま着らんけど、春なら薄ピンクとか、ピンクドピンクはちょっとあれやけど、薄ピンク、ピンクいいなって、ピンクも可愛いなって思う。
春はやっぱピンクですよなんかあんま普段ピンク系の服そんな可愛いとかってめっちゃ思うことあんまりないけど、可愛いなと思った思って、でお話し会、あの8枚目のお話し会の初日に春コーデをするので、ちょっとピンク系の可愛い服を見つけなきゃですね。パステルカラー、やっぱあのパステルカラーですね、薄い色、春は薄い色、ブラックコーデあんませんけどね、そうレアでしたね。そうさ、パステルカラーがもともと好きやけん、そういい、ペーパーピンク、めっちゃ濃いやつってこと？あんま聞いたことない、ペーパーピンク、めっちゃ濃いピンク、確かにそうね、あんまなんか基本的に濃い色を選ばん、なんか薄いその水色は選ぶけど真っ青は選ばんし、めっちゃ濃いピンクとかも選ぶ、薄い色寒色が好き、薄めの色、角さんバラありがとうございます。パステルカラーのお洋服を送ります、楽しみにしてます。最近ね事務所に行けてないからあれを見れてない、プレゼント見れてない、今日まつげ流れ悪い、男性はどんな服装？どんなのでもいいよ。ちなみにね、あの生誕祭の時の花冠はあのいい感じになってます。あ、ほら。いい感じじゃない？いい感じに、いい感じに、そう、どこに置こうかなって思ったら、あ、これいいじゃんと思ってプッてやったらいい感じに、あのサイズ感シンデレラフィットでした、いい感じにフィットした、ぴったりでした。そう、かぶってるんですよ。春服いいよね、なんかこの時期って洋服いっぱい見たくなる。
ますいろいろ。なんかそう後で見れるようになんか可愛いなって欲しいなと思ったのはいいねいいね押すようにしてたんですけど、なんかインスタいつの間にか自分がいいね押したやつが見れんくなっとって、そう前までね自分がいいね押した投稿を見れてたんですけど、なんか見れなくなったんですよ。なんでって思った。それけんちょっとあれだね。ちょっと不便だね。保存しかできない。保存をしとかないと、前教えたじゃないですかあのブックマークみたいなマーク、そこ保存をしとかんとね、そう見れなくなったんですよ。ちょいと不便。そろそろ寝ます。早寝早起き、まあ、ここまで早くはなくていいけど、というかまあこれはねこの時間に寝ることはまあ基本的に不可能なのであれなんですけど、早寝早起きできる人になりたい。まあ仕事柄日によってさ朝早かったり遅かったり夜遅かったりとかするから、まあ毎日っていうのは無理なんですけど、したいですね。活用します。次のインスタ講座もう前で全部教えたよ。もうあれ以上教えることはないもうあれ以上教えれることは特にない。でも何も難しくないよ。こう見るだけだから、もう見ていいね押すかコメントするかしかないから難しくないよ。いや早起きは頑張れない。でも早く寝たら早く起きれるんだろうなとは思うんですよ。早く寝ればね。そう、ただ早く寝れなかったりするから、何言ってんの？隠さず教えて。もう教えることない。もう前回で全部教えた。サーフィンで教えてもらったストーリーのハイライトのアイコンが出てくるよ。普通に調べるだけだよ。普通に調べたら出てくるよ。出てこないとかないよ。だってサラのアカウントにもここにハイライトあるから出てくる。なんかね昔はっていうか高校生の頃とかは12時半になったら、あやばいやばいもう12時半だ寝なきゃって思ってたんですよ。今はあ1時半かああもう2時か、ひどい時ああもう3時か、あ4時か、あと1時間でショールームできるなとかってなるんですよ。だからそうちょっと感覚がまあ大人になるにつれて感覚が変わってくるだろうけどもさ、あの感覚
を取り戻したいよね、学生の頃の感覚を。なんかもう何時でも危機感を感じなくなるんですよ次の日が休み、次の日が朝早い仕事がある日とかはちょっとあの危機感が出る、危機感が出る時もあるんですけど、危機感が出る時はあるけど、なんか次の日休みとかやったらもう危機感感じなくて開き直って映画とか見始めてそう、危機感なくなってもう映画とか見始めて、あーもうちょっとで5時になるなーとかなるんですよ。5時になったらショールームできるけど、でもその5時からその5時までは起きとける、全然起きとけるテンションやけど、その5時から配信をこうするほど、そのね、何1時間とか配信をするほど逆に起きとけるかって思ったら、あ無理だなって思ってもう寝ようって思って寝るんですけどなんか昔は本当にそう、まあでもね、まあ、次の日休みだったらまあ別に、まあ別にいいんですよ、まあ別にいいけど、でもその次の日起きた時にもうあの昼過ぎとかになってたら、なんかあ一日無駄にしたな、休みを無駄にしたなってちょっと思ったりもするかな、うん、学生の頃はそうそうなんですよ。学生の頃は全然あの本当にもう焦ってた。12時半だったらやばい寝なきゃ寝なきゃ、11時半とかにはもういつも寝てたんですよ。で気づいたら12時半とかなり始めたら汗寝なきゃってなっとったけど、もう今はもう12時半なんて普通、もはや普通。メモ、昨日もね映画見たんですよ、開き直って昨日開き直って、あれも見た、あの開き直ってあれ見ました、あのなんだっけ、 HKT さんのコンサートの本気のアイドル見せてやるも見たけど、なんかもうイヤホンつけて、イヤホンで深夜にもう爆音で、イヤホンでね、イヤホンで爆音であの聞いて、そうこうタブレットで見てたんですけど、やっぱ楽しいなと思って楽しいなと思いました。そう、映像そこ、やっぱね、耳あのちゃんとイヤホンで聞くのが重要、ライブ感、そのライブ感をそう感じれるので、ね、楽しかった楽しかったってあれやけど楽しかった。コール埼玉スーパーアリーナのやつを見たけど、コールがすごくて、さあもうファイブオーワイパー言いたいなと思ってファイブオーワイパー、あのウィンクは3回のファイブオーワイパーって、もうめっちゃもうびっくりしたもん、こんなコールってでっかいもの聞けたっけって思うぐらいファイブオーワイパーって聞こえてきて、そりゃまあね、埼玉スーパーアリーナはそれだけあの人が多いから、キャパ的に人が多いから、まあそれだけね歓声も大きくなるけど、今じゃそれだけの人がいても歓声ができないね、声が出れないから出せないからあれなんですけど、まあ、言われたい方、まあ確かにね、言われたいっていうか、あの言って言われたいって気持ち、あのなんていうかな、自分が出る側で そこに立って聞きながら自分も言いたい聞きながらね、聞きながら自分も言いたい、ワイポーワイパーブーウンクは3回って始まって、ああ楽しいなと思って、
んかこれだよこれって思った。やっぱコールのあるないは公演とかコンサートで、やっぱ重要な鍵なんだなと思った。それがあるのとないのとじゃあもうそのないものになれた、ないものになれたというかないものしかほぼ体感してないけん、そうもうそれに最近は慣れてたんですけど、もともとサラがその何年間も見に行っていた環境はそのコールがあった場所だったから、それを感じたら、はあ、そっちの方がやっぱコールある方が楽しいよなって思った。ガチ恋工場いいじゃん。SSA マジ天空、でもそのマジ天空ぐらいで見たくない？マジ天空ぐらいで STU を見たことないでしょみんな。そんななんか遠い席でしたとか言っとるけど、遠いって言っても遠くないじゃん、ブルーライブなんて。 SSA だったらあんなもうめちゃめちゃ近い席よって考えたら、その天空へ、むしろ逆に天空で STU を見てほしいけどね。いやサンプラザも、ま、遠いけど、でもさそんな高さ的に言ったら、ま、遠さはあれやけど高さ的に言ったらそんな SSA と比べたらそんな遠くないじゃん。あの埼玉スーパーアリーナのもう上の方なんて本当に上の方でしょ、もうこんなんでしょ。だってさヤフオクドームで見た時もこんなんだったもん、こんな。マリンメッセ福岡は、でもあのサラが載せとったやつは結構遠かった。本当に遠かった。そうね、グリーンアリーナは割と天空を感じてもらえるかもしれん。高くて怖いレベル。さ、TDC、TDC 立ちたいんですよ。TDC 立ちたい。なんか自分がアイドル人生のうちにどの会場に立ちたい、どの会場にはどのステージには立ちたいかな、なんかめっちゃ目がゴロゴロする、立ちたいかなっていうのを、そのライブ映像、いろんなライブ映像を見て思ってたんですよ。で、それで思ったのが TDC。TDC と埼玉スーパーアリーナとマリンメッセ。マリンメッセ、でもマリンメッセは、まあ、地下っ端で建てちゃっちゃ建てたけど、あの本館、新館、本館の方ではないから、本館の方、そうなんか48といえば TDC みたいな、そういうイメージがあるから TDC に思ったよね。TDC と埼玉スーパーアリーナって感じ。劇場よりも大きい箱派。でもなんかそれぞれのあれがあるって感じ。だってさ、公園はさ、まあ、その近さがいいじゃないですか。近さが良さじゃないですか。
けど、やっぱ大きい会場でうるさいもう耳がおかしくなるぐらいの爆音の中のなんか演出があって、なんかめっちゃゴロゴロする。あれもトロッコもあってみたいなところはやっぱやりたいよね。公演は公演、コンサートはコンサートって感じ。なんかもう別、同じだと思ってない。まあやるものが内容が違うからあれなんですけど、練り歩き、うん、いいなと思ったよ。練り歩き、気球、いや気球はね、あのサラが行ったあのヤフオクドームの篠田麻里子さん卒業の時はやばかったよ。気球、あのパンダの気球でふよーって回ってきて、そんなのね、もうドームレベルじゃないとできないことなので。あ、でも空飛びたい、あの釣られたいあの釣られてこうやって、いつやってたっけ、あれでやっとった、味の素スタジアムとかで多分やっとったけど、いやーって飛びたい。国立競技場とかでやっとったけど、いやーいやーって飛びたい。あれ飛びたいですね。さワイヤーで釣られて飛びたい。まあ落ちたら落ちたでその時よね落ちたら落ちたでその時って感じ。釣られて、ワイヤーに釣られて飛びたい。でも一番現実的で言うとトロッコに乗りたい。それ割と前からさら言っとるけど、トロッコに乗りたい。大島優子ちゃん、あ、そう、大島優子さんの卒業コンサートの時になんかバイバイって言って、あれでなんかあのさ座ってさ、みんながもう客席こうあって、ステージあって客席あるって、なんかこここの客席をさ、こここう行ったじゃないですか。あれも素晴らしいよね、あんな演出。なんかその時はさ普通に何も思わず見とったけどさ、あのそう何も思わず見とったけど、すごいことなんだなと思う。想像できないことなんだなって思う。でもそれはさ、落ちたら落ちたってさ、みんなが助けてくれる落ちたらみんなが助けてくれるんじゃないかなと思う。トロッコアイドルの、うん、選抜上位って感じ。いや、だからだよ。だからこそ乗りたいって思うんでしょ。誰でも乗れないことに意味があるんだよ。全員が乗れないことに意味がある。あとさら、野外やりたい。夏の野外やりたい。もう前髪の汗とか、もうその前髪の崩れを気にしないぐらい、もうその時はパッツンにして挑むぐらいのをやりたいあの前髪も気にしませんって、もうパッツンですってぐらいのあれにして、野外でみんなにあの水鉄砲で、あの岸壁ライブはさ、まあ公演みたいな感じじゃなくて、もうコンサート、野外コンサートをやりたい。そう、野外コンサートがやりたい。みんなに水ぶちまけたいなんかボボボボって濡らしてやりたいぐらい。それもトロッコの上からこうとか、なんだっけ、ひな壇じゃなくて花道で走りながらピュ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 ってやりた
やっぱそういうのがアイドルのコンサートって感じじゃないですか。今はもうみんなコロナとかでさ忘れかけとるけどさ、本来のもともと今まであったものってそういうものじゃないですか。そういうのが普通だったわけじゃないですか。だからサインボールも投げたいサインボールも投げたいし、USJ、 ああ AKB、 USJ やっとったね。さすがに小学生で行けんかったけど、それだけのためには。でも STU もさ、あの PR 舞台のやつに書いてあったじゃないですか、テーマパークでって。夢の国かもしれないし夢の国かもしれないし、まあ魅力の里かもしれないしUSJ かもしれないし、ワシューザンハイランドかもしれないし、ピューロランドかもしれないしね。だからもうそういうのも含めた上ですね。ケンさん、キャンディー、20世紀ともちゃんパフェありがとうございます。あ、レオマワールド、確かに、確かにリアル、リアルっていうかありそう。まあどこだとしてもね、いいよね。富士急とかチームエイトの人行ってたじゃないですか。だからそういうのを見てたら、なんかそういうコンサートとかは普通にね、早くもうコロナが早く消えてよってちょっと思った。早く消えてくれないかなと思って。だってあの、まあ、どんな人であっても消えろとか言っちゃいけないと思うんですけど、コロナにだけは消えろって言っていいと思うからコロナにだけは消えろって言っていいと思うので、そう、消えていただきたいですね。そうだ、さ昨日ねちょっとおこなことがあったんですよ。あのそんなもうなんかちょっとのおことかじゃなくて、本当に おこなことがあって、なんか久々にドライブを開いたんですよね。久々にドライブを開いてて、一昨日ぐらいに。そうで、前もなんかドライブのチャットって周りが見えないから、まあ何でも遅れるわけですよ。えけんさっていうのもあって、そういうの嫌でちょっとあんま開かなくなってたんですけど、久々に開いたら、まあログインしたって多分わかるからさ、なんか昨日もまた開いたら、なんか PR 舞台のことでね、そのなんか投票だ、他の子に入れるからサラピには投票できないけどみたいな、言わなくてよくないみたいな、なんか言わなくてよくないと思って。で、あとなんかサラのあれが伝わらないみたいな、そんなんだったらやめた方がいいんじゃないのみたいな、はぁと思ってなんかもう許せなくて、なんかまあ、いやなんかこっちは本気で投票したいのに、なんかサラピのそういうのが伝わらないって言うんだったら、全然それはなんか何、それは悪いことじゃないと思うんですよ。ただの意見というかだと思うんですけど、なんかそうじゃないじゃん、投票しないよって言われた後にそれを言われたらはぁってなるじゃないですか。でもそれを返信できない、そのさら、その言えないことがストレスになるから、言われたことってよりもそれに対してこう言えないことにさらはってなって、だからなんかそういう、まあね、いるかもしれないんですよ、他にも推しメンがいるから言えないっていう人はいるかもしれないけど、言わなくていいからねと思って多分今見てないと思うけど、言わなくていいかなって思って、だからそういうことを言う人もいるけど、でもやっぱ楽しいね、楽しい
海をしようねとかさ、楽しい夏にしようねとか、投票するよとかさ、あの今日もやる気が湧いてきたとか言ってくれる人たちにはすごいなんか本当にありがとうございますって思うし、あのだけなんかそのインスタとかでもさ普段やらないことをやったりしても、それでもなんか伝わらないんだなと思って、何をしたらいいんだって、逆に何をしたらいいんだと思って、そうちょっともうあの寝て一旦忘れてたんですけど、あでそれで違う、その怒ったがどうとかを言いたいんじゃなくて、それでもうドライグは削除しました。なのでもうあのドライグはあのエール送ってくれてもエール返せないので、あのはい、ごめんねっていう、ただそれを言おうと思って、そうもう送らない送らないかな、そうだから別にみんなも帰ってこないな、エール帰ってこないなと思わなくていいよ、思わないでほしいなって思って、そうもう別に今コラボしてないし、 STU がコラボしてるんだったら全然そうやるけど、あのコラボしてないのでもう別に STU のゲームじゃないのであれはもうね、だからいっぱいあったんだよ、そのやっぱチャットってもうここしか見れないから、多分メールの返信とかで書くとさ周りのファンの人見るかなと思って多分書かないようなことをドライブのチャットだと書けるからあれなんですけど、まあ、それがいい点でもあったんですよ、その伝えてくれるこうだよねって伝えてくれるのあるからいいものだとは思ってたんですけどいいものだとは思ってたんですけど、あのそういう風になるともういいと思って削除しました。いやみんなにね教えてもらっていっぱい開いたりしたあのドラゴン育てたりしたやつだからちょっとあの今まで消さずにいたんですけど、バイバイってさせていただきましたよっていう、糸ちゃん、朝霞さん、スマイルさん、ゆうちゃんありがとうございます、ギフト。喋り疲れた喋り疲れた、余計なことを言ったらする、いやそれはそうなんですけど、なんか全くもって応援してくれてない人に言われたらもうイラつきもしないんですけど、やっぱあの何すごい応援してくれてると思ってる人にそういうことを言われると逆になんかもっと逆になんかうんってなるんですよ、そんなね応援してくれてる人にも伝わらないんだなとか、応援してくれてる人でもそういうこと言うんだなとか、まあいろんな応援の仕方とかさ、いろんな人がいるからまああれなんですけど、っていうねっていう、そうだから別にこれをサラがその怒ってますっていうのを言いたいわけじゃなくて、そう消しましたよ、そういうことがあってドライブを消しましたが今のあのサラの話のメインなので、サラは別に全然その人と本当にお話し会とかでその意見に関してはちゃんと言うつもりだから、そう別にそこをみんながね誰だとかどうっていう話じゃないんですけど、消したよっていうのがメインなのでそれはいいんですけど、なんか違うよ、しかも昨日の配信でさ、なんかそういうネガティブなことは文章で言わないでほしいみたいなさ
言ったじゃないですか、サラ。たまたま言っとったけど、たまたま言っとった後にそれやったけど、びっくりしてめっちゃタイムリーと思って、そう言った矢先やったけどびっくりした。たまたますぎてびっくり、ね、だからね、まあ PR 舞台の、まあまだ時間はなくなってきたんだよね。でももうまああるっちゃあるけど、その何コンサートの、そう元はコンサートの楽しい話をしてたんですよ。思い出したからいいかしらね、言っただけで。そう思い出したんですよ。でそう、その本気のアイドル見せてやるを見て楽しかったですね。そう、なんか PR 舞台なんか参加者どんどん増えてきて、でなんか びっくり、まあ別にさ、あれはいつまでに出るって言わなきゃいけないとかないからあれなんだけど、それもね、そのまた同じこと、同じあれやけど、なんかお話し会を先に売るべきだったんじゃないかなみたいな書かれてたんですけど、それもでもそこも違くて、サラはそう何も考えてなかったら、お話し会をそうやるとかやらないとか何も言わずにお話し会ねの受付に行って過ぎてって、感謝がいっぱい、まあ、出たりして、分からんけどね、出たりして、その後にあのじゃあやりますって言うのは、それはさ、それが、まあ、ずる賢いとは言わんけど、賢いやり方なのかもしれないけど、でもさ、そんなもうお話し会買っちゃったらもう投票にはそんな回せないよって人も多分いると思ったから、早く言った方がいいと思ってたら言っただけだから、そのなんか先に売るそっちをやるべきとか言われても言われてもと思って、何も考えずにやってるわけじゃないので、こっちもだし、そうなんかその PR 舞台やるやらないのをちゃんと大人の人とも話して、こういうことがあるからそうやった方がいいんじゃないとかねっていうのをやった話した上でサラは言ったのになんかそう話が売るべきとか言われても、そりゃそうよ、そりゃそうよ、監視枠全部出た後にやりますって言ってやって、そっちもそれ入れるならそりゃそれが一番いいでしょうよ一番いいっていうかさ、それは一番いいじゃないですか。こっちもね、監視枠出て嬉しい、そして投票も頑張ろうねってなれたらそれは一番幸せですけどっていうダメだ。なんかさ、考えすぎなのかな、さ、考えすぎなのかな。だからそういう考えた時に、あ、さは意外と優しいんだなって自分でも思った。なんかだってそうじゃない、みんなのことを何も考えてなかったらそりゃそうするよね。何も考えてなかったら、言い方悪いけどね、お話し会売るだけ売ってやることもやるって言えばいいかってなるけどさ、そうじゃないんだよそうじゃないんだよ、考えてたんだよこっちはよっていう、一晩考えたんだよ、MV 撮影期間だったけどそれも含めて考えたんだよって思うけどね。まあみんながそういう投票系にね、それファンの人が投票系の、投票で決める系のものに乗り気じゃないのも知ってますもちろん知ってますよ。知った上で、そうやって反対してくれる人もいるだろうっていうことを踏まえた上で、それでもやるべき、今の自分にはやるべき、やりたいことだと思ったから足が負傷してやるって決めたんだから
やる気ないよねって。ダメだよね、こうやって口、思ったことが全部口に、うん、口にする。まあでもそういうこと良くないなと思うけど、でもそれがサラの良さでもあるからとも思うようになってきたんですよね。それがサラピの良さだよって言ってくれる人がいるから、まあそうだよなって。さ、割とポジティブだから、まあそうだよなって思うし、そうじゃなくねと思うから、まあこういうタイプが苦手なね、ちょっともういっぱいいると思うけど、怖いってなる人もそれ世の中にいっぱいいると思うけど、そうだからサラはなんか誰でも人よりも口に出さない、なんかあの、うん、口に出す、なんか違う意味で口に出さないと伝わらない人間なんですよね多分。言ったら、口に出したら、ああそんなこと思ってたんだってなられるタイプなんですよ。困ったもんよ。得だよって言われるけど、それも得だよって言われるけど、損の割合の方が多いけど、まあよく考えたら得でもあるよねっていう。最初のイメージが低いから、ちょっといいことしただけでこうなるっていうのはいいところでもあるけど、でもなんか、あ、来たよ。これはまあこういうのはなんか何も思わないんですよね。もうあの別になんかやっぱ最初はなんかこういうの来たら、ああってなってたんですけど、なんかもうこういうのね、なんかもう何も思わなくなってきたんですよね。そのなんかこういうことを言ったら、それをしてる人からしたら、ちぇつまおもんねえなと思って、もっと言ってやろうとか思うのかもしれないけど、なんかそういうコメントをしてるあなたの方が人間が小さいですよって思うから、なんかね、うん、ここでなんかつらいって涙をするぐらいの子の方が女の子としては可愛いんだとは思うんですけど。女の子としてはあのはい、可愛いのかなって思うんですけど、やっぱ何でも慣れって大きいんだなって思う。そういう、うん、あの慣れなんだなって思います。本当に。でも言ったけどね、これね、あの保存しといてあげたら、あのこちらとしてはですね、大人に報告できますので、大人に報告して、そうバレないと思ってるかもしれないけど、別にこっちが本気を出せばバレますからねっていう話ですからね。言っておくけど、あかんね、その作ればいいって思ってるかもしれないけど、それは分かることですから。何が楽しいんだろうねと思うけど、もう自分の言葉で他人を動かせると思っていること自体のこと、深いですね。深いものだ深い言葉ですね。深いですね。なんて読むか分からんし、コンタ、そういうことじゃないと思うけどね。改心しました、うん、そう、でもこういうこと言ってる人もね、あの心の奥底から悪い人間ではないんですよ多分。まあそういう風に見える
本当にそういう風に別に上げ足取れてるんじゃなくて本当にその人からしたらそう見えてるんだろうなと思うので、まあはいはいって思いますね、って思います。なんか楽しいコンサートの話か、何の話になったって感じじゃん、やめてよもう。なんかこういうのね、構うのも良くないんですよね、でも構うのも良くないの分かってるんですけどね、まあ読んじゃいますよね。あ、これ昨日も言ったけどさ、まあ、これも読ま、まあ、もしかしたらね、そしたらもうこの時間じゃんさの人の中にはなんかもうそういうのさらって言い返さないでって思ってる人もおると思うけど、お金かけてる人を優遇しているわけではなくて、顔を知っている人と知らない人だったら言い方のニュアンスとかがこっちに伝わり方が違うから、ね、違うからそうなんていう、だったら顔見せに来たらいいじゃんって思う。そんな風に思ってるんだったらね、人のことをどうこう思ってるんだったらそうしたらいいのにって思う。別にぜひいろんな人の応援の仕方があるからこうしろああしろとか言わないけどだからって別に人のことをこうしようって人をどうこうって嫉妬じゃん、それは。ただ俺の顔知ってるだろうに、知らないよ。じゃあどんな顔かツイッターにじゃあ載せてよ、自分の自撮りして。絶対知らないもん知らないもん、知りません。そのあれでしょ、なりすまそうとしてるんでしょ、その誰かに。誰になりすまそうかどうしてるのか知らんけどさ、かまってあげたらファンになるかも。あーうん知らんよ。だってビギナーマークの時点で知るわけないじゃん。ビギナーマークってことはさ、このルームに初めて来て初めてコメントしに来た人でしょ。そんなアカウント分かるわけないじゃん、知ってるわけないじゃん。治安が悪いもうそろそろブロックするよ。ブロックってか通報するよ、そろそろ。言っとくよね、違うよ、サラが知らないだけじゃなくて、サラがそのドライブで言われたけどって言った人のことはどういう人か分かってるし、普段そういうことを言うような人じゃないっていうの分かってるから、その人じゃないっていうのを分かってるんですよその人じゃないっていうのは分かってるからどうでもいいんですけど、まあ一応証拠として、はい。でもサラピって呼んでくれるんですね。しゃべり疲れた。そう、明日は直接会えるお話し会です。関西会場、大阪、久々の関西まあね、もう9時になったのでそろそろランキング見たいんですよ。
もう分かった、もう何言ってもコメントを読まないから、普通のコメントをしない限り読まないからね。そう、明日は大阪です。まあ来られる方楽しんでいきましょう。ゆうちゃん、すぐるさん、ゆうきあきたさん、あさかさん、ギフトありがとうございます。あった、ありがとう、バイバイ。よいしょ。そうね、何着ようかな。いや、なんかね、なんとなく服は決めたけど、でもそれじゃ上着なかったら寒いかなって思っとったんですよっていう話を最初にしてたんですよね、もともとの配信では。最初にはそういう話してたんですよ。にでも最高気温21度だから、まあ別になくてもいいっていう意見もありましたが、朝から行ったりもするので、でも朝から、朝と夜は寒いかもしれない、肌寒い可能性もある。一応上着はいるけど、でもコートとかで行くと本当に暑いよっていう話。551食べたいな、豚まん食べたい。リクロおじさんのチーズケーキも食べたいけど、リクロおじさんのチーズケーキは前買ったけど、あの、一人でワンホール買うものじゃないなと思った。一人でワンホール買ったら、あの、さすがに、あのね、食べきれんし、あの、そんな消費期限長くないし、でも冷凍したら美味しいんですよ。なんかあのスフレ、あのシュワシュワ系になって、そう、美味しかったけど、それでも、それでも一人でワンホールはちょっと大きかったので、そうそうそう、そうそうそう、ワンホールぐらい食べれるものかなと思ったら意外と大きかった。まあたこ焼きも食べたいね。差し入れあるかな。あ、でも前回の直接のお話し会の時は確かにたこ焼きあったな。たこ焼き食べたいな。夜も寒くない？夜も寒くない？そうなの？明日大阪、学ぶ次第って違うから。明日はだって、ね、キングレコードさんが差し入れしてくれるから。違うわ、いつでもいつでもかでも元支配人を出してこないでください。サラがメールとかで送ってる今日差し入れこれだみたいなやつ、全部が全部あの、みんなが思ってる人じゃないからね。言うとくが、言っておくが、みんなはね、運営の中の人、その人しか多分知らんけん、そう思うんやろうけど。前回はクックル、クックル、クルル、クグル、どっちだっけ、クックルだっけ、クルルだっけの、たこ焼きの差し入れがあったんですよね。いつだっけ、めっちゃ前か、夏だ、あれツアーやっとった頃やった気がする。
え、めっちゃ前じゃん、もう7月。この時は、え、この時めっちゃ買って帰っとる。え、めっちゃ買って帰ってる。ウケる、千穂さんのアクスタ持っていっとる。あ、ククルか。見て、前、さあの前回、前回のサラ。餃子と豚まんとドーナツとじゃがりこ買っとる。あ、そっか、え、あ、そっか、で次の日が関東のお話かい、やったんか、あ、買ってた、写真あった、買っとった。買ってました、リクロおじさん。そっか、次の日が横浜かなんかやったんか、なるほど。明日もじゃあ豚まん食べれるかなって思います。そう、この頃別に千穂さんおったのに、も持っとるのも面白すぎる。おるのに。はい、ではじゃあそろそろランキング読もうかな。ドーナツ食べたい、クリスピードーナツ好きなんですよね、サラ。あ、そうそう、みたらし団子も買ってた、あ、買った、でもそれは横浜で買った気がする、それは大阪じゃない気がする、横浜な気がするけど分からん。串カツとかはね食べれないんですよね、そう、持ち帰りテイクアウトできるものじゃないと、そう、買えないということで、ランキング読みます。48位、坂の上のくもさん。24位おいでます元気さん。13位奥行さん。12位武雄さん。11位甲子園のフォーティエイトアカデミー。30位ピロシさん。9位20世紀ともちゃん。8位中野さん。7位ともゆきさん。6位朝香さん。5位赤ヘルサンタさん。4位角さん。3位ゆうちゃん。2位ケンジさん。1位ケンさん。ありがとうございました。それでは、あ、しゃべり疲れた。それでは終わりますね。ありがとうございました。